こんにちは、武蔵野シティニュースの松岡美由紀です。傘の手放せない時期ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース。今回は、気温が高くなるこれからの時期に気をつけたい熱中症対策を取り上げます。また、井の頭公園で行われた池の自然や貝掘りに関する野外講座と、 武蔵野ふるさと歴史館で開催中の企画展水と武蔵野の話題も合わせてご紹介しますどうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいそれでは最初の話題です高い気温や湿度が原因で起きる熱中症症状が重いと命に関わる場合もあります 今日は熱中症を引き起こしやすい状況とその対策そしてコロナ禍で注意するポイントなどについて健康科の杉山主治にお話を伺ってまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこれからいよいよ夏 暑い夏がやってくるわけですけれども、まあ、昔に比べてこう猛暑日とか熱帯夜の日が増えてあの暑くなったなという感じがするんですが、まあ、熱中症にならないためにはどんなことに気をつければいいいでしょうかはい、熱中症は暑さによって体温を調節する機能が乱れたり体の中の水分や塩分のバランスが崩れることなどが原因で起きるさまざまな症状のことです。ここ数年は 全国で毎年6万人以上が熱中症で救急搬送されていて昨年6月から9月に熱中症で亡くなった人の数は過去3番目に多い1433人でした市内でも令和2年は61人の方が熱中症で救急搬送されました気をつけていただきたいのは熱中症が起こりやすいのは太陽が照りつける真夏の暑い日や屋外だけとは限らないということです 市内の熱中症の搬送件数を見てみますと昨年、最も多かったのは8月ですがまだ暑さに慣れていない6月も梅雨時で湿度が高くなるため注意が必要なことが分かります。場所別でではは自宅が最もも多多く、く昨年屋屋外よりも屋内で多く発生しています。 はいまあ、真夏でなくてもまた場所を問わず可能性があるということなんですが、まあ、実際にどのような状況で熱中症になることが多いのかよくある事例を通して注意すべきポイントを教えていいいたただきたいと思いま,す、はい、まず最初は70代男性の事例です。夜間、寝室に入ると蒸し暑く熱のこもった感じがしたものの節電のためにエアコンは使用していません。 また、トイレに起きるのを気にして、夕食以降は水分を取っていませんでした。そして夜中、吐き気を感じて目を覚まし、家族に助けを求め救急搬送されました。これは高齢者の方が夜間に自宅で熱中症になったという事例ですが、まあ、暑くてもエアコンや水分を我慢してしまうという、特に高齢の方が少なくないようですね。 そうなんですこのケースではエアコンの使用や水分の摂取を我慢したことが引き金となって脱水症状を起こし熱中症となっています節電のためや体を冷やすのが苦手操作の仕方がよくわからないという理由からエアコンを使用しない方も少なくありませんししかし 温度や湿度の設定に気をつけたり体に直接当たらないよう風向きを調節するなどの工夫をすると体が冷えすぎずエアコンを快適に使うことができます調節や操作の仕方がわからないという方は身近な人などに相談してみてくださいまた体に必要な水分を我慢することは特に危険です喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給をすることや 汗をかいたときの適度な塩分補給は熱中症を予防する上でとても重要ですそうですねはいでは続いてこちらの事例ですこの日は梅雨の合間で久しぶりに青空が広がり最高気温は二十六度十代の女子生徒が朝から中学校の体育祭に参加していましたところが正午前から気持ちが悪くなり体がこわばるような感じがするようになりました その後ぐったりとして立ち上がれなくなり病院に搬送されたというケースです、はい、熱中症の搬送件数は最高気温が30度を超える真夏日になると急激に増加すると言われていますしかしこの事例のように気温がそこまで高くなくても暑さに慣れていない状態で急に活動を始めると体温調節がうまくいかず熱中症になってしまう危険性が高まります 水分補給に加えて日陰を利用しこまめに休憩をとる暑い時には無理をしないといった対策が予防につながりますまた普段から運動や入浴で汗をかく習慣をつけておくことなどが体の暑さに備える機能を高めることにつながりますあの自粛生活が続いていて外で汗をかくという機会が減ったという人も多いと思いますので注意が必要ですねはい。 では、このほか、コロナ禍の熱中症対策として気をつけることはどんなことがありますか、はい。コロナ禍で2度目の夏を迎える今年も、マスク着用による熱中症のリスクが高まることが予想されます。マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節がしづらくなります。予防策としては、感染対策を取りながら、 屋外で少なくとも2メートル以上の十分な距離が確保できる場合にマスクを一時的に外す喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするマスク着用時は激しい運動を避けることなどが有効ですそこまで暑いと感じないからまだ大丈夫と感覚で判断したり我慢したりせずに積極的に予防策を取ることが大切です環境省と気象庁は 熱中症の危険が極めて高いと予測される際に暑さへの注意を呼びかける熱中症警戒アラートを発表していますアラートは環境省の熱中症予防情報サイトで確認できるほか登録すればメールでも受け取ることができますこうした情報などを活用しながら熱中症の予防行動をとっていただきたいと思います はい、わかりました。適切な熱中症対策をしっかりと取って、暑さを元気に乗り切りたいですね。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。熱中症対策については、司法7月1日号に詳しく掲載します。お問い合わせは健康課までどうぞ。それでは次の話題です。井の頭公園では5月29日、 小学生を対象に、貝掘りについて学び、この時期に生息する水草などの自然を観察する野外講座が開かれました。貝掘りの秘密、なぜ池はよみがえると題して開催された講座には、小学4年生から6年生までの児童とその保護者など12組が参加しました。この講座は、 池の環境や生き物の観察を通して、貝掘りによる自然再生の取り組みについて学んでもらおうと、武蔵野ふるさと歴史館が企画したものです。講師を務めたのは、認定 NPO 法人生態工房の職員で、貝掘りによって在来生物が増えることや、水草が復活する仕組みなどについて解説を行いました。 貝掘りは池の状態を良好に保つため、水を抜いて泥を取り除き、外来種を捕獲する作業のことで、井の頭池では2014年から3回にわたって貝掘りが行われました。井の頭池が世界で唯一の群生地として知られ、一時は絶滅したと考えられていた水草、井の頭フラスコモが59年ぶりに復活するなど、 ハイボルによって、水質が大きく改善されたことが分かっています。この日は、カワウが雛を育てる様子など。池の周りに生息するさまざまな生物の姿を観察することができました。参加した子どもたちは。 講師の説明を聞きながら、熱心に観察していました。続いての話題です。武蔵野ふるさと歴史館では。武蔵野の人々と水とのさまざまな関わりを紹介する企画展が開かれています。企画展、水と武蔵野では。人々と水とのさまざまな関わりを紹介する。 考古資料や古文書、歴史、公文書などおよそ60点が展示されています。こちらは井の頭池近くで出土した縄文時代の土水、水土器編成です。魚を捕る網につけたと考えられる。重りで、当時の人々が水場を利用し、魚を取って生活をしていたことが伺える遺物です。こちらは？ 関前橋供養碑分案です天保12年千川用水の関前橋が掛け替えられその供養費に掘られる予定だった碑文の下書きが残されたものですそれによりますと橋は当時関前村の開発に尽力した井口氏の名前を取って井口橋と称されていたこと多くの人や馬が通る 頑丈な橋にするために寄付を募り石橋にかけ替え関前橋と名前を変えたことなどが記されていますこの企画展は水に乏しい武蔵野大地で人々が水を求め恐れ利用し管理してきた歴史を知り環境や暮らしについて考えてもらおうと武蔵野ふるさと歴史館が企画したものです こちらは昭和33年の鴨川台風の状況をまとめたアルバム写真で見た台風22号です。甚大な被害をもたらした。この水害では宅地化が進んだ吉祥寺地区を中心に市内でも大きな被害が出ました。住民を救出するために、井の頭池のボートが使用された様子がうかがえます。また！ 昭和13年の水害の際に、東京市との間で交わされた某都借用証も展示されています。生活に不可欠な水が、時に大きな脅威となることを物語る資料です。企画展、水と武蔵野は、7月15日まで武蔵野ふるさと歴史館で開かれています。 続いて、武蔵野市からのお知らせです。新型コロナウイルスの感染防止対策が長期化する中、特に高齢者の方は心のフレイルにご注意ください。体力の衰えや病気の影響などに加え、感染対策のストレスによるコロナ疲れが重なり、気分が落ち込みやすくなったという人が増えています。 高齢者のうつは、頭痛、肩こり、めまいなど、体の不調として現れやすいのが特徴です。筋力の低下や人との交流が減少することで、フレイル、虚弱の状態になり、心の不調のリスクも高まります。気分の落ち込みが続いたら、早めにかかりつけ医にご相談ください。心の健康のためのポイントは、 辛くなる前に休養を取る。軽い運動やストレッチ、散歩などで体を動かす。快適な睡眠を取り、規則正しい生活をするなどです。運動や栄養、社会とのつながりを意識し、心のフレイル予防を心がけましょう。いかがでしたでしょうか。今回の武蔵野シティニュース。 今回は熱中症対策についてお伝えしましたが私は家の各部屋に温度湿度計を置いて暑さを見える化してエアコンなどで調節するようにしています皆さんも無理せず我慢せず暑さを乗り切っていきましょうそれでは次回の武蔵野シティニュースをどうぞお楽しみに